き上げるチャンピオンのパッチ、もう一回右入っていく、まだ大きなフック、左を止めた、チャンピオンの蹴り左、右ポーズ、右ボディはどうか、止まったかな、右フックチャンピオン、もう一度右フック、後頭部から少し止まっている、陣営の狙い通りの右アッパー。Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Hapon, napaiyak matapos matalo ng Dayong Pinoy sa mismong baluarte nito sa Japan. Ang labang ito mga kabusing ay di na bago at sa nakaraang 2017 pa ito nalaban. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo dahil matinding laban ito ng ating kababayan kung saan napakita ito ng ibang tibay at lakas laban sa katunggali nitong hapon. Taong 2017, matapos maging kampiyon sa OPBF itong ating kababayan, Tubong Manabo Abra, na si Rini Commander Dakel sa Super Flyweight Division. Nakuha ng ating kababayan ang naturang belt matapos itong talunin ng isang undefeated Thai boxer sa loob lamang ng round 9, kung saan sa unang dipinsa nito ay ginanap sa bansang Japan. Nakalaban nito ang isang Hapon na si Go Unaga, kung saan nakuha naman ni Dakel ang panalo via unanimous decision. Sa sunod naman itong dipinsa ay isa pa ring Hapon na si Shuta Kawagase, at nakuha pa rin ni Kabayan ang panalo via split decision. Naging maganda ang laban ni Kabayan sa bansang Japan. Tatlong buwan lamang ang pagkita ay muling ang dinipinsa ni Kabayan ang kanyang belt na hinahawakan, laban pa rin sa isang Hapon na si Hayato Kimura. Di na rin bago sa Hapon ang makalaban ng isang Pinoy dahil maraming Pinoy na rin itong nakalaban, at sa katunayan nga ay napadayo na rin ito sa bansang Pinas ng 3 beses, kung saan 2 beses rin itong nanalo laban sa katunggali nitong Pinoy. Isa sa mga tinalo nitong Hapon ay itong si BG De La Rosa, pero bago pa manatalo ng Hapon itong Pinoy ay bumagsak muna ito sa loob ng round 2, pero nakabawi pagsapit ng round 5, kung saan itinigal ang third man of the ring ang laban dahil nabugbog na ng gusto itong ating kababayan. Nang magharap na itong si Rini Dakel at ng Hapon na si Hayato Kimura, ay grabing bakbakan ang dala ng 2 boksingero mula round 1 hanggang sa huling round. Dala ng ating kababayan ang ring record na 19 wins and 6 losses. Samantala naman itong Hapon ay mayroon naman itong ring record na 26 wins and 9 losses. At ito nga po ang highlight sa kanilang laban mga kabusing. Posong no guest 解説として IBF スーパーバンタム級チャンピオンの小国幸典選手にお越しいただいています。小国さんどうぞ。 OPBF 東洋太平洋のスーパーフライ級タイトルマッチです。右を伸ばしていったレオダッケル、左を返していきますダン・ニエです。以上の3人のジャッジでこの試合は裁かれます。右ストレートを伸ばしていきます。アッパーのフェイントを入れながら追い詰めていきます。レオダッケル右ストレートを伸ばしていきました。かなり体格で見ていきますと小国さん、はい、木村の方が身長上背、そしてリーチはあるんですよね。そうですね、体は大きいと思うんで、はい、もうちょっとリードを右から入っていって、そして右ボディストレートを伸ばしていきます。距離を取っていったのはチャンピオンのレオダッケルです。小国さんもいよいよ9月13日には初めての防衛戦が控え、なかなかあのチャンピオンの防衛戦というのはまた違うんでしょうね。そうですね、チャンピオンとして防衛するのはやっぱ難しいので、はい、フェイントを入れながらボディ、ちょっと木村の左の脇少し上のあたりですが、あのリーチは少ないんですけれども、ダッケルも意外にこう距離を取って入ってくる。そうですね、踏み込みが結構早いんで、ところを気をつければいいでしょうね。そうですね、もっとバックステップで避けた方がいいですね、はい、ちょっとまだスウェーで受けてる感じなんで、スウェーではなくても足を使って、はい、ということはあの木村リーチはあるんですが、今度は自ら踏み込んでいきました。この距離を伸ばしていきますダッケル。あれ右のオーバーハンド、もう一回伸ばしていきますダッケル。OPBF スーパーフライ級第1ラウンド、この距離からチャンピオンのダッケルが踏み込んで届くというボディがありました。思ったよりもこの距離を自分で縮めていく、そして遠いところから伸ばしていくというチャンピオンのパンチが目立っていますね、はい、左をジャブを伸ばしていきます木村。相手の印象は右のパンチが意外に強いし合わせるのもうまいと試合前に語っていた木村を採用していますので、4ラウンドと8ラウンド終了時に場内に採点が読み上げられます。10ポイントマストシステムです、はい、もう少しジャブをついて、この感じですね、はい、まっすぐ入っていきます。ボディ打っていきましたダッケル。
チャンピオンのダックレはこれが3度目の防衛戦。木村はこれまで日本タイトルを押されるというシーンがあって気迫で負けているというように途中ジャブを散らして、はい、弱らして当てていくということをやった方がいいなと思いますね。あの気持ち部分があるんで、はい、もう少しジャブついてボクシングを組み立てる方がいいかなと、土井さん、はい、青コーナーサイドです。確かに今大西さんがおっしゃったようによく技を出していこうかと左もいい感じで当たっています。赤荻アナウンサーのリポートがありましたが、やはり大西さん、硬さを取るためにボクサーというのは一番大事なのはやっぱりジャブを取ったのもダッケルです。合いたいと語っています。右をねじ込んでいく的の小さい相手というのは小栗さん、どう攻略していくのがボクサーとしてはいいんでしょうか。そうですね、やっぱり来てリズムを使った方がいいですね。まあ、面積の大きいところに当てていく、はい、そして自分のリズムを作っていく。そうですね、空振りは勝つのは木村、そしてその後縮まってから左ボディアッパーを打っていったチャンピオンです、はい、です。敗れた試合で言いますと OPBF のスーパーフライ級チャンピオンの井上拓真に挑戦してチャンピオンを相手にベルト奪取を狙います。木村隼人構えに入っています。木村ボディを狙っていきます。小さい距離から右、上から右、もう一回チャンピオンです。半身の体勢崩れたところから打っていきます。うん、ダッケル、もう一回詰めていけるか。ボディを打ったダッケルチャンピオン、もう一人で少し先に手が出ないという状況になっています。第3ラウンドにお互いのこの後左の差し合いというパンチもありました。先に手を出していったのが目立ったのは第3ラウンド。こういうシーンでも先にパンチを当てているのはチャンピオンのダッケルです。旧タイトルマッチゲスト解説小栗幸典選手です。だいぶ第3ラウンドからチャンピオンのダッケルが自ら手を出していく、先にパンチを当てているというシーン、そこに打つっていうのもありかなっていうふうに思いますね、大きなフックだ、はい、気持ちでもうちょっと空振りさせたかどうかなと。ははもらってないことはまあいいけれども、空振りさせると相手にリズムできちゃうんですね。空振りさせる、土井さん、はい、チャンピオンサイドです。指示は2つです。だいぶチャンピオンの当て感っていうんですかね、はい、あるようですね。そうです、当て感お話がありましたが、出ていく木村ボディを打ちます。大きなパンチを空振りさせて、そこから木村を狙っていきたいところでした。相手のバランスを崩したところ攻めていきます。バリエーションを増やしたらどうかなと思いますね、ここで第4ラウンド終了です。やっぱりこれを聞いて戦い方は変えるので、はいはい、そうしますと今の場内の発表を聞いてやっぱりジャブついてしっかりポイントを取っていく方がいいなと思うんですけど、まだこんなところで狙いにならなくてもいいと思います、はい、ボディ打ち左ボディあるんで、もっとそこをボクシングでそういうことですね、はい、もう一回ボディ打ちます。この OPBF というタイトルには縁がありませんでした木村、ただ取れなかったのは今まで気持ちが優しすぎたのかなという話もしています。嫌なやつになれば、この後もう一回左ボディ右ボディから木村、そうですね、多分嫌がってると思うのでもうちょっとしばらく続けた方がいいと思いますね、ここは逆に続けていってもいいですね、はい、突き上げるチャンピオンのパンチも蹴り入っていく、フック、また大きなフック、左を止めたチャンピオンの蹴り入れ、右をパンチ、木村のパンチがこの遠いレンジからのパンチはチャンピオンのダッケルのパンチ、直後の5ラウンド、このボディかなりしつこく打つように変わっていった木村です。もう一回ペイントを入れながら左のボディフック、あるいはボディアッパー、とにかく右はもらうなよという中で、バディがやっぱり効いているので、はい、真っ直ぐからボディをかなという指示です。やはり小栗さんが見立てた通り、やっぱりボディというのは効果があると、そうです、欲しいとは思いますね、うん、はい、このパンチからです。相手の踏み込んできたボディ、チャンピオンのダッケルボディです。コツコツ当てながら左ボディ、左ボディを打っていったチャンピオンです。先に左から右と入っていったダッケル、と手数を出していこう、はい、そして、仕掛けていこうという、
そういったシーンが出てますね。赤荻アナウンサーのリポートがありました。そうなりますとやっぱり小国さん、相手に休ませない攻撃というのも木村は必要になってきますか。そうですね、今のところないかなと思いますね。ボディをしてここからチャンスになるか木村、ね、攻撃の中で変化をもう少し欲しいですね、はい、相手の右オーバーハンドかわしてからの木村、左フックはどうか、右ボディはどうか、止まったかな、どうですかね、嫌がりましたね、はい、木村早くの右ボディ、もう一回右、どうか、止まった、公開いたします。第7ラウンドに見せたこの右ボディでクッと一旦腰が曲がって、その後動きが止まりました。ボディがそれをフェイントで上にするかすごく考えますね、ただそのボディが鍵を握りそうだということは間違いないですね。そうですね、そこは間違いないですね、1本狙います。先ほどあの手応えある、こっちはどうか、右ボディ残り半分になるとかしたかのようなパンチが当たっています。木村隼人、もう一回右ボディ、チャンピオンのダッケルが右のオーバーハンドで返してきます。小国さん、左のボディは相手のレバーを捉えますよね、はい、右のボディというのは相手のやっぱり左側、ポイントが見ながら残り1本を切っている第8ラウンド、ボディを取ってくるチャンピオン、ここで気をつけてほしいのはやっぱり行き過ぎてカウンターをもらわないことですかね、木村選手は、はい、下がっていくチャンピオン、木村詰めていく、チャンピオンタッケルの足が揃い始めた。 OPBF 東洋太平洋スーパーフライ級タイトルマッチ第8ラウンドが終わりました。1、12の4ラウンド、ここが非常に大事になっていく、ベルトを取るための木村隼人、7ラウンドのボディ、第8ラウンドもその下を中心に攻めていった木村。土井さん、はい、青コーナーサイド、ここからは左のガードを上げて接近戦、チャンスを逃さないで捕まえきる、はい、ということも非常に大事になってくると思いますが、そうですね、このしんどいラウンドっていうのは必ず来ると、はい、経験がありますが、いずれもダウンで終わっているということでフルで戦ったことはないという木村、苦しい時間帯が寄ってきていますが、チャンスはまだある、むしろチャンスはここから広がっていきます。もう一回右ボディ引く、もう一度右ボディ、この距離からです。第9ラウンドも接近してからはボディを見せています、チャレンジャーの木村隼人、入っていくのはまず右から、そして距離が縮まってからはこの左ボディを打っています。また連打、ボディしつこくいくか、支配できると思うんですが、そのあたりこう何がなるでしょうね。今やっぱりボディが効いてるので、はい、ただ今右左右左と同じリズムで打ってるので、左左とかダブルのボディを打ってほしいですね、右左交互にタン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 と打ったやつを、はい、左左とか右右打つときに小栗さん一旦息を止めると、はい、その後一旦もう一回吸うときに、はい、これがリズムを変えるとそれがっていうのを使ってもいいんじゃないかなと思いますね。チャンスはすぐそこにあります木村、右のパンチは交錯、さあここから相手のパンチをかわしていけるか木村、ワンツーは逆にチャンピオン、左の差し合いで勝ってからチャンピオンを詰めていく、右アッパーチャンピオン、右フックチャンピオン、もう一度右フック、後頭部から少し止まっている、止まった木村、止まった、小栗さん大丈夫でしょうか。やっぱチャンピオンこういうところのうまいですね、ここで引いたらダメですね、やっぱりブロックしてでも前に出ないと見栄えが悪い、一瞬動きが止まった木村、もう一度ここから自ら、第10ラウンドの流れを変えたのはこうした右、ここで一旦小国さん動きが木村止まりましたね。そうですね、今のはもったいないですね、やっぱチャンピオンああいう見極めがすごいですね、はい、やっぱりすぐポイント1人も埋めた10ラウンドでしたが、アッパー効いちゃいましたね、まずアッパーから入って右のオーバーでしたね、はい、行ってほしいですね、ボディを追っていくのはチャンピオンになると、逆にチャンピオンから手を出しています右、
パンチが空を切ったところからザッキル入っていく。コツコツ当てた左ボディを狙った木村、接近した。まとめるか、チャンピオンが来る。ね、ここはもう気持ちでいってほしいですね。土井さん、はい、そのエネルギー、最後の3分間ボディを打っていったチャンピオン、アッパーを狙った、陣営の狙い通りの右アッパー、来いよといった木村、逆に、いや、小栗さん、ただその勝利の女神を振り向く、右、そしてお互いに返したマッチは逆にチャンピオンの右に当たっている、3度目の防衛を狙うチャンピオンのタッケル、タイトルマッチフルラウンド12ラウンド最後まで両者戦いに来ました。勝敗は判定によって決まります。Lahat na pabilib sa pinakitang tibay ng dalawang boxing araw, kung saan wala mang bubagsak, pero grabe ang palitan ng kanilang mga kamao. Nauwi nga sa desisyon ang kanilang laban at nakuha ni Kabayan ng panalo via unanimous decision. Di kayang dayain ng mga hapon ang naging resulta sa laban dahil kita sa mga mata ng mga tao nandun sa laban na talagang tumatama ng pulido ang suntok ni Kabayan kumpara sa hapon. Nasa huling bahagi ng laban ay talagang dinumina ng Pinoy itong hapon, kung saan di mapigilan ng hapon na maging emosyonal at napaiyak na lang dahil sa pagkatalo nito laban sa Pinoy. So yan lang muna ang ating videos ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.